はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回ご質問いただきましたので、コンガのムースコールについて解説していきます。ムースコールとは何かというと、コンガの特殊奏法の一つですね。この座面の上を指を滑らせるようにして、こういう風に、トゥーンっていう音ですね。まあ、グリスサンドとも言うんですけども、音を伸ばす奏法ですね。このムースコールについてのやり方やコツなど解説していきます。はい、まずムースコールのムースとは何かと言いますと、ヘラジカというですね、ものすごい巨大な動物の鹿です。もののけ姫に出てきますですね、獅子神様みたいな感じのすごい巨大な鹿なんですけれども、その鳴き声が、みたいな感じなんですね。で、そのムースコールっていうのはヘラジカの鳴き声というわけで、こういう、みたいな音でありますと。で、だいたいよくあるのがですね、こう一発オープントーンを叩いた直後にムースコールして、ドーンと音を伸ばすやり方です。で、これが一体どういう時に使えるかというと、まあ、一発だけですね、効果音的に使ったりとか、あとはリズムパターンの中でたまーに挟んでもいいかなという感じです。で、今ちなみに僕が叩いてるのがですね、この真ん中のやつが 11.75 インチのコンガです。で、レモのスキンディープというプラスチックヘッドでチューニングがだいたい G にしてあります。で、個人的にはですね、このぐらいのサイズ感とテンションが一番綺麗にこう、ムースコールがなるかなと思います。で、こっちにありますのは11インチのキントです。普段僕は真ん中にしてあるやつなんですけれども、で、これ、今チューニング C なんですけど、これぐらい上がるとですね、もう、まあ、非常にムースコールなりづらいので、ある程度ですね、このサイズが大きい方がなりやすいし、チューニングが低い方が、このムースコールっていうのはやりやすいです。で、こっちにあるのはバタドラムといってですね、コンガとちょっと形状が違うんですけども、ヘッドはコンガと同じです。12.5 インチの LP のコンガヘッドで、チューニングが今、これ C ですね。このキントの1オクターブ下。で、もうこれぐらい低いと、かなり、鳴らしやすいです。で、このプラスティックヘッドよりも本革とかメーカーヘッドの方が、表面がちょっとザラッとしてるので、摩擦を得やすいので、鳴らしやすいと思います。はい、では具体的なやり方を見ていきましょう。で、まずこのヘッドの状態なんですけれども、このプラスティックヘッドの場合はですね、元々の状態だとこう、ツルツルしてるっていうか、サラサラしてるっていうか、すごい滑りますよね。全然こう摩擦が起きない状態であると。で、全然摩擦が起きないとこれムースコールなりませんので、これどうするかというとですね、僕はこの、ロウソクのロウを使います。ロウソクのロウをこう軽くですね、座面に塗ってしまいます。これはもういわゆる普通のロウソクで、コンビニとかですね、100円ショップで手に入ると思います。で、ロウソク塗るとですね、この座面がちょっとこう、しっとりして、指が引っかかるようになってくれます。で、これを利用してですね、ムースコールを鳴らします。で、このヘッドが本革の場合やメーカーヘッドの場合でもですね、うまくこう、摩擦が起きないなという場合は、ロウソクを使うといいかなと思います。で、ロウソクの代用としてはですね、普通のタンバリンワックスとかパンデイロワックスなどがあれば、それを使っても大丈夫です。で、座面に当たる指の位置ですけども、僕の場合はですね、中指です。中指のこの先端部分。で、親指で少しこう、中指のですね、指紋のあたりをクッと押さえてあげて、中指の先端が少しぷっくらとするようにします。ここですね。で、このぷっくらとした部分で、座面上を軽く滑らせます。今この部分だけが座面に当たっています。で、この力加減がものすごい絶妙で、まずこう、力を入れすぎてはいけません。こうギュッとですね、押さえつけてしまうと全くならないし、ただただこの中指が痛いというだけになります。でただこれ軽すぎてもダメで、こう軽すぎちゃうとですね、こう、ダダダダってタンバリンとかパンデールをロールするみたいになっちゃうんですね。ロールするときってあえてこの摩擦でダダダダダってやると思うんですけれども、こうするとですね、このムースコールの共鳴っていうのが得られませんので、このなんとも絶妙な力加減で滑らせるんですけども、イメージとしては消しゴムってありますよね。消しゴムみたいな感じですね。この画面の上に鉛筆で何か文字が書いてあると思って、この中指の先端部分が消しゴムだと思って、この消しゴムでこう、軽く、優しく文字を消していくようなイメージです。こう全く力を入れていないわけではないんだけれども、擦るほどギュッと押さえつけているわけではないという感じです。で、そもそもこの音が鳴りませんという場合はですね、とにかくもう軽い状態から始めて、全く力を入れてない状態、もう画面上をスーッと滑ってしまう状態から始めて、ちょっとずつちょっとずつ画面に圧力を加えるようにしてみてください。そうするとちょっと鳴るポイントがどっかで見つかると思うんですね。で、それを頼りに少しずつこの鳴りが続くように力加減を調整してやっていくと。で、この感覚がなんとなくつかめましたら、この力加減のまま画面の端から端まで指を滑らせていきます。これがムースコールになります。で、このムースコールをやる直前に反対の手でオープントンを叩くと、さっきのトゥーンっていうのができるようになります。もうあらかじめこの画面の端に指を構えておいて、オープン、鳴らしたと同時に用意ドンでスライドさせると考えてもいいかもしれません。叩いたと同時に動き出す。はい、というわけで今回はコンガのムースコールについての解説でした。よかったら演奏に取り入れてみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではですね、パーカッションに関するレッスンや情報発信などしてますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また、高評価、シェアなどしていただけますとですね、僕のモチベーションがすごく上がりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。